皆さんこんにちは、ドラム講師の片平でございます。本日はですね、いつものアフロとサングラスではなく素の片平でお届けいたします。ということは簡単なシリーズではないということでございますね。今日やっていくことなんですけれども、今日はですね、先日買いましたとある商品を紹介したいなと思います。で、先日買いました商品というのはこちらです。ドゥドゥン、マイネル MPP6TL というものになっております。で、こちらが何かと言いますと、ドラムの練習パッドですね。練習パッドになっています。こちらなんですけども、池辺楽器店さんで買いまして税込み3432円となっております。で、このパッドを買った理由は何個かあるんですけども、まず一つ目の理由が、この小さくて持ち運びがしやすい、そういうパッドを探しておりました。それでこれ6インチということで、このパッドを買ったんですね。で、大きさなんですけれども、直径ここが 16.5cm で、厚さ 2.5cm で、重さが 413g となっております。なので非常に携帯性に優れた練習パッドですね。大きい練習パッドは持ってるんですけども、やっぱりこうカバンとかに入れて持ち運ぼうと思ったら結構重いので、その持ち運びのことを考えて小さい練習パッドが欲しいと思い、これにしました。で、他にも小さい練習パッドっていっぱいあるんですけども、その中からなぜこれを選んだかというと、この TL ですよね、トーマスラングというところが一つポイントで、トーマスラングが中国ツアー、中国のクリニックツアーの動画を上げているんですけども、その中でこの12インチ版のを使ってたんですね。イベントのウォーミングアップ前とかに。それで、おっ、これ同じやつ使ったらトーマスラングみたいなハンドテクニック、スティックコントロール身につけられるんじゃねっていう非常に単純な動機で買いました。まあ自力でやらないと身につかないんですけども、私は他力です、他力本願です。これを使えば上手くなると思ってます。まず形から入るタイプです。見た目から入ります。まあそんな理由で、本当はそんな理由でこれを買いました。小さくて携帯性があるっていうのと、これを使ったらトーマスラングみたいにものすごいスティックコントロールの技術を身につけられるんじゃないかということをね、こう願って買いました。で、このパッドなんですけれども、かなり跳ね返りがありまして、ちょっとやってみますね。すみません、私今日 T シャツ白で見づらいと思うんですけども、 T シャツ白だし、座面も白だし、このスティックの先っぽチップも白だし、見づらいですね。かなり跳ね返りあります。かなり跳ね返りがあるので、まあ、その跳ね返りを利用したエクササイズっていうんですか、例えば指のコントロールであったりとか、まあ、あとね、こう跳ね返りを使って手首をトレーニングしたいとか、そういった練習に向きそうですね。で、またこの6インチ小さいサイズを買う上で、私が一番気がかりだったのが、テーブルとかに置いて打った時に動いてしまわないかっていうことですよね。この6インチだとそのもの自体の重さがやっぱり軽いので、打った時のこの衝撃反動で、ね、パッドが動いてしまわないかっていうことが気になってたんですけども、これ裏に、まあ、滑り止めじゃないんですけど、なんていうんですかね、こうついてまして、意外とですね、滑らないんですよね。これびっくりしたんですけども、ということで、まあ、この携帯性、そしてそのテーブルの上に置いても滑らないっていうことから、非常に本番前のウォーミングアップなんかにもいいんじゃないかなと思います。ライブハウスに持ってってね、楽屋のテーブルとか椅子に置いて、こうやって本番前に10分15分手を温めるっていうのにもいいんじゃないかなというふうに思いました。で、一応これなんですけれども、裏に穴がついております。スタンド用の穴です。で、私ヤマハのこういったスタンドを持っていて、これにはまるかなと思ってやったんですけど、穴の方がちょっと大きくてダメでした。ヤマハのスタンドのネジとはサイズが合わない。それよりもちょっと太めのネジになっているようです。なので、ね、スタンドを買う際はネジのこう径ですね、穴の大きさ注意して買ってみてください。では試しにこのパッドを使ってオールアメリカンドラマー、ここにありますね、オールアメリカンドラマーのナンバーワンをやってみましたので、そちらの動画もねご覧ください。どうぞ。
ということでいかがでしたでしょうか。このマイネルの MPP6TL、小さい、そして、携帯性が良くてテーブルとかに置いても動かない。で、まあ、跳ね返りもしっかりあって、あとこういうふうにダウンもある程度しっかり出るので、粒の確認なんかにもいいんじゃないかなと思います。ということで、これ非常にいいですね。3432円かな。3432円、いいお買い物をしたなと思っております。初心者の方にもおすすめのね、練習パッドどこにでも持ってきます。太ももの上とかに置いてやっても動かなかったので、なんかのね、こう待ち時間とかでもできるかなと思います。ぜひこう練習にね、活用してみてください。ということで今日はこのマイネル、MPP6TL のご紹介でした。おすすめの練習パッドとして、ご紹介いたします。でこの商品の池部楽器店のリンクなんですけども、動画概要欄の方に貼っておきますので、気になった方はそちらのリンクチェック、そして購入してみてください。ということで今日の動画はここまでになります。もしこの動画面白かったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。そして私ね、オンラインレッスンもやっておりますので、ぜひこの練習パッドを購入して、一緒にね、この練習パッドでオンラインレッスン、なんかルーディメンツとかオールアメリカンドラマとかやりませんか。気になった方は概要欄の方にオンラインレッスンのリンク貼っておきますので、そちらの方からご確認ください。それではまた別の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。